こんにちは、池田しおりです。こんにちは、渡辺です。今日は、首元がすっきり見えるお団子アレンジやっていきます。はい、はい、お団子とかするときに、結構この横の方とか長時間してるとたるんでくると思うんですけど、今日はそれがたるまない、お団子アレンジやっていきたいと思います。もう暑い季節、これからもぴったりだと思うので、よかったら皆さん参考にしてみてください。それでは動画スタート。ヘアオイルを使います。4滴出します。オイルを髪全体になじませます。ブラシで溶かしていきます。だいたい耳上ぐらいで半分に分けます。正面の分け目がなくなるようにブラシで溶かします。耳の高さの位置でゴムで結びます。下の髪の毛を上の髪の毛と一緒にまとめていきます。そうすることによって襟足の部分がたるみにくくなります。ゴムで結びます。表面の部分だけ少しほぐします。毛先をねじって根元に巻きつけていきます。毛先をこのぐらい余らせた状態にしておきます。ヘアクリップを使います。毛先を少し横に持ってきて、ヘアクリップを下から上に留めます。スプレーを表面につけてなじませていきます。耳上の部分ともう一つ上のところを軽く引き出します。頭を振って崩れなかったら完成です。こんな感じで仕上がりました、はい、今日は、お団子をするときに2つに分けてやったんですけど、そうすることによって下の髪の毛がたるみづらくなります。1日キープできるね。はい、結構普通に1本でやると本当にここがたるみやすかったりとかするので、2つでやることによってここがグッと締まるので、結構おすすめな方法です。ただゴムをね、2つぐらい使わないとちょっとダメなんですけど、もうそれで1日持つんだったら結構 OK かなと。でぜひ崩れやすい方は、やってみてください。であとお団子をちょっと巻きつけて、あと毛先をこう横にして、ピンとかで留めたんですけど、その毛先の幅が結構出てる方が、今回はヘアクリップで留めたんですけど、アメピンだったりとかで留める時も、簡単に留まりやすくなるし、結構そこを留めることによって強力に1日持ってくれるかなと思いますので、合わせて、いつもねお団子をちょっと止めづらいという方、ぜひ参考にしてみてください。こんな感じで、はい、バッチリです。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。